ですね、日本語ポートフォリオを使った、日本語ボランティアの方たちの経験した難しさというのが今日の発表のテーマです。で、ご存知の方も多いと思いますが、おそらくその今日本には200万人近いその日本語を第二言語とする人が住んでいるのではないかと思われます。で、この人たちの、大多数が大体過去20年ぐらいの間に日本に来たニューカマーの人たちで、それで、90%以上は学生ではありません。というそれで、その学生ではない人たちのほとんどは、その日本語を勉強したいと思った時には、その日本語教室といって、ボランティアの人たちがやってる、スタディグループのようなところですけど、そういうところに行くしかサポートを得る、チャンスがないというのが現状です。で、それでそこにどういう問題があるかと言いますと、まずボランティアの人たちのほとんどがその教師教育を受けてないんですね。で、それからその教室っていうのが、1週間にせいぜい、90分とか120分ぐらいのコンタクトアワーしかないので、でも見えないんです。 学生時間が十分じゃないという問題があります。それからどういう教授法を取ったらいいのかということに関して合意され、その何が効果的かというのに合意されたそのコンセンサスがない。で、それからそのでよく言われることは、その学習者の人たちの出席が定期的でなくて、でしかもすぐ辞めてしまうという問題があります。で、ですね、こういう問題はもうみんな知ってるんですが、しばらく前に一つリサーチをしました。で、これは日本語教室に来ている学習者の人とボランティアの人のその学習活動を録音して、それからその両方にインタビューをした結果なんです。で、ちょっとちっちゃいんですけど大丈夫ですね。お読みになれますかね。すいません、どうしようもないので。で、この調査で分かったことは、その学習者の人たちは人に頼らないで生活していけるようになりたいから、日本語を覚えたいっていう、非常にこうせあの差し迫ったニーズを持ってるんですが、それでボランティアの人たちもその助けたいっていうその善意とかコミットメントはあるんですが、それにもかかわらず学習活動はうまくいってない。で、なぜうまくいってないかというと、まずそのボランティアの人たちが学習者の人にその何がやりたいかとか、どういうふうにやりたいかとかいう質問をすることがほとんどない。それから学習者の人たちも、そのボランティアの人たちのインタラクションの中でイニシアティブをほとんど取らない。で、その結果、その学習者は分かってないにもかかわらず、ボランティアの人はそれに気づかずにどんどん先に行ってしまって、その学習者は分からないまま取り残されるみたいなことがしょっちゅうあると。で、そういう状況ですので、学習者の方は実はいろいろ文句はあるんですけども、それをほとんど言いません。で、なぜ言わないかというと、一つは日本語ができないから言えないっていうのがあるんですね。で、もう一つはそのただで教えてもらってるからという遠慮があって言えないと。で、もう一つ、その学習者の役割というのが、そもそもその何をやるかとか、どんなふうにやるかというのを、その教師である人に注文つけるようなことをやってはならないというふうに思っている。この3つが主な理由で、文句を言わないからボランティアの人たちにはそれ分からないという、そういう状態です。で、この調査は日本語教室に来ている人たちを対象にした調査ですけれども、これ周さんっていう、うちの学生なんですが、実際にもう日本語教室をやめちゃった、中国の人にインタビューをしました。で、そうしてみると、実際に日本語教室の運営の仕方とか、その一人一人のボランティアの人のコミットメントとか能力とかに不満があって辞めた人というのは実際にいるんですね。で、ただ辞める理由はそれだけではなくて、これ中国の人の場合ですけども、中国にいる時のその教育経験ですね、
エリートじゃない人たちだとその学習に対する自信がないとかそういうのがあって、でそれからあと日本に来てその雇用とか家族の状況が学習を続けるのに、有利でない、まあ、肉体労働で疲れるとか、国際結婚した人たちとかだとそのご主人、日本人のご主人が何も家事をやらないのでそれが大変でなかなか教室には行けないみたいな、そういうのもある。でそれからその、まあ、中国に関していろいろネガティブな報道とかが多くて、職場でもそういうことをいろいろ言われることがあるらしいんですね。でその日本人が中国人を差別しているっていうことで、そのもう日本人と付き合いたくないから日本語を勉強する必要ないっていう、そういうようなこう発想になっちゃったりとかすることもあるんです。で、でそういう状況のまあ、解決する一つのツールとして、日本語ポートフォリオというものを考えました。でさっき言った日本語ポートフォリオはさっき言ったその構造的な問題、その社会的な差別とかジェンダーの役割分担とかそういうものは解決できませんけれども、その学習者の人がイニシアチブを取りやすいようなでその素人のボランティアの人がそんなに負担にも思わないようなっていうところはちょっと助けられるかなというふうに思ってます。で、ELP とほとんど同じです。でただパスポートさっき政府はパスって言ってましたけど、パスポートのセクションがありません。でそれはなぜかっていうと日本語ポートフォリオはもう私が個人的に小規模にやっているので報告機能を持ちえない。ELP は報告機能と教育的機能と両方ありますけど、これに関しては報告機能を持ち得ないので、なんかもうパスポートはカットしました。で、バイオグラフィーとドシエしかありません。で、今はもうファンディングがなくなっちゃったんですけど、ダブリンにインテグレートアイランドランゲージントレーニングという難民の人たちに英語教育をやって期間があったんですけど、でそこが開発した ELP を、まあ、お願いして参考に使わせていただいて作りました。で、今8言語でウェブに載せてあります。でローランの質問の一つはその母語で翻訳を用意してあげるっていうのはどうなんだっていうことなんですけど、あります。ないととても無理です。でまあ、日本語って漢字があるので非漢字圏の人とかとても日本語の読み書きが負担なので、これはもう翻訳がないとどうにもなりません。で、それで、13のセクションがあります。で、まあ、その自分のゴールをこうはっきり認識することで、まあ、計画学習計画を立てること、それからその学習活動のレパートリーを広げていく、やっぱり単語を覚えることとか文法を勉強することだって思ってる人はいっぱいいるので、それだけじゃないですよってい こうレパートリーを広げる手伝いをしてあげることも必要なので、そういうセクションもあります。それからで自分 その学習の記録をつけて、それでそのまあ、達成度を評価するって、そういうことのためにこの13のセクションがあります。で、まあ、その学習を助けるっていうだけではなくて、その日本語ポートフォリオを媒介にしてボランティアの人と学習者の人が学習について話し合えるようにって、その話し合う媒介としてもツールとして使えるんじゃないかと思ってます。で、そうなんですが、実際にも2005年から作って2006年に改定して、それでもう5年経ってるんですけど、でいろんなところでこんなものやりました作りましたっていうことをお話ししてきてるんですけども、なかなかこうシステマティックに使っていただくことができるないんですね。こう訓持ってくださる方はたくさんいるんですけど、あ私はここのセクションがいいと思うからってそこのセクションしか使わないみたいな、そういう人が多いので、でですから、まあ、どうやったら体系的に使ってもらえるんだろうかというのが課題です。で、それで最近もう一つリサーチをしました。で、このリサーチは、そのボランティアとラーナー学習者の方5組なんですけども、その日本語ポートフォリオを使って8回、1週間に1回ずつ8回、活動してもらったんですね。で、その1回1回
の直後に、うちの院生の人にスカイプを通じて今日はこういうことをやりましたみたいな報告をしてもらいました。でその院生の人は、まあ、アドバイザーの役割をしてその こういうことはどうしたんですかっていうような質問をしたり、それからそのボランティアの人にアイデアがない場合にはこういうこともできます、ああいうこともできますみたいなこう選択肢を提供したりとかしました。でデータとして残っているのはこのボランティアの人にその8回のセッション始まる前と終わった後に私がインタビューしたものと、それからボランティアとラーナーの学習者の人のそのやり取りと、それからそのスカイプのセッションと、これ3種類の録音がありまして、それを全部文字化してあります。でまあ、これで何を期待してたかっていうと、その日本語ポートフォリオを使うことを学ぶときにどんな難しさがあるのか、でそれを難しさを克服するときにそのどんなふうに克服していくのか、でそのそういう学習のプロセスをサポートするためにどうしたらいいのかっていうことがちょっと分かるかなというのが、まあこういうことをやった理由なんですけども、でまあいろいろあのこういうことが難しかったっていうようなことをおっしゃる方、皆さんおっしゃってるんですけど、それをその原因は何だったのかっていうのをまとめてみるとこうなります。で一つはですね、さっきの成果の話にもありましたけども、その ELP も JLP もその何ができるっていうそのアクションオリエンテーションがあるわけですね。で例えば日本語能力試験を受けたいみたいな目標を持ってる学習者の方だと、今ちょっと今年から変わってますけど、あれは漢字何個、単語何千、文系これだけの世界のテストだったので、その学習者の人の目的っていうのはそのテストに受かることっていうと、このアクションオリエンテーションと合わないんですよ。そうするとその学習者の人もこれやってても役に立たないかもしれないみたいに思って、その使ってもらうのが難しいっていうのがあります。それからあとは一応日本語ポートフォリオっていうのは学校行ってない人たち、その働いてる人とか、あるいは国際結婚して家で主婦をやって子育てをして、ある場合にはそのお姑さんお姑さんの介護をしている人たちのために作ったものですので、そういうカテゴリーに入らない人たちだとやっぱりキャンドゥステートメントとかが合わないんですね。で1人大学院に入ろうと思ってた人がいて、でその人はレベル的には合ってたんですけど、見てあこれ私には関係ないわって言ったで、そういうのがあります。でそれからあとは3番目ですけど、日本語教室っていうのはボランティアの人たちがやってるんで、まあ、財政的に非常に苦しいんですね。ですからそのリソースがそんなにないんです。でそうするとその学習活動のプランを作るときに、そのまあキャンドゥステートメントで選んでこれができるようになりたいっていうのは分かったとしても、じゃあそのためにリソース何に使うかっていう時に見せられないんですよ。でじゃあ図書館に行って見てきてくださいねとか、そういう話になってしまって、なかなか学習者の人もまたわざわざ図書館とか本屋さんに足を運ぶっていうことしないので、結局そのなんか計画倒れになっちゃったりとかすることがある。それがその3番目の難しさです。それからあと4番目は学習者の人の日本語能力がその学習について話すのに十分ではない。でこれもローランの質問の一つなんですけど、 I think you need B1 at least to talk about learning。 でそれより下だとやっぱり難しいです。あとちょっと例をお見せしますけど、 A2 ぐらいの人なんですけど、これがでちょっとできなくて問題が起きたっていう例を後でお見せします。でそれからあとはやっぱり学習者の人がその、その生活者ですから、いろんな事情でやる気がなくなっちゃうことがあるわけですよね。体調が悪いとか、
1人、はい、途中で赤ちゃんができたことが分かった、でそのつわりがひどくて勉強するような気分ではなくてっていうのがありました。それでそのボランティアの人がそういう学習計画を立てて実行してっていうサイクルを維持していくのがすごく難しくなっちゃったっていうのがありました。で、ここまでが1から5まではボランティアの人のせいじゃないんですね。でボランティアの人の側で何か変える余地があるっていうのは6、7、8なんですが、で、一つはこれ本当にプロの教師でもやると思いますが、その自分のビリーフとかその学習者の人に対する期待とかをやっぱり押し付けちゃうんですね。で押し付けられるとやっぱりなかなか続かないっていうのがあります。でそれから7番目なんですが、ついつい質問はするの忘れて先行っちゃうんですね。でこれどれやりたいですかとか言って、これとか言ったら、じゃあって言ってもそのじゃあそれをどうやってやりたいんですかって、そういうその第2第3の質問をするのを忘れちゃう。でそういうのがよくありました。それからあとはその時間の管理とか、それからトピックのマネジメントとか、それも難しいようですね。どうしてもトピックがこう逸れていってしまったときに引き戻すのが、で特に日本語教室の場合はそのポートフォリオを使って学習について話すのと、それから実際に会話の練習をするとか、そういう学習活動をするのと両方やってるので、そのどうしてもその学習活動のおしゃべりの方に行ってトピックがどん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 流れていってしまって、それがどうしても元に戻せないみたいな、そういうのもあります。で、これは VY さんというボランティアの人が最後のインタビューでおっしゃってたことですけども、ですね、日本語だとその話し出すとそっちの話がダーッとなると。で、その LA さんという学習者の方、小さいお子さんがいらっしゃるん で、あ、お迎えの時間とか急になっちゃう。で、その辺の時間管理の仕方が難しかった、それが反省ということです。次のセッションに何をやるかっていうような話ができなかったですね。で、でその彼女は、時間の管理が難しかったんだって言ってますけど、実はこれがいろいろ見ていくと、そのいろんな要因が複合的に絡んでそういう状況がでそのになっちゃったということが分かります。で、まずその実際にそのデータをお見せする前に、まあ、背景としてこの VY さんと LA さんがどんな人たちだったかっていうことをちょっとご説明します。で VY さんっていうのは薬剤師さんなんですね。で、外国に興味があるので、まあ、お友達を作りたいなと思って、でボランティアを始めたと。で日本語教育のトレーニングは全く受けてない人です。 Can I go ahead? で、それでその VY さんはその初めは普通 の教科書使って教えてたんですけどですね。で、でその VY さんはこういう人だから特にその日本語ポートフォリオがいいんじゃないかっていうことで、その一緒にやりましょうというふうに LA さんに言ってくださったわけです。で2人が使うことになったんですね。で、実際に始める前にもうこの LA さんがそのキャンドゥステートメントやってて、それでだいたいそのスポークインタラクション A1 とか A2 ぐらいだった。でそれからその次の時までにリーディングとかライディングとか、のところもやってきて、まあ大体その読み書きがちょっと低いんですけど、まあ、A1A2 ぐらいのところだったので、それで、とりあえずその到達デッドラインが設定してありますから、
そのデッドラインが早い方から始めてたんですね。で、まあなんかこんなふうにいつもこうではないんですけども、なんとなくおしゃべりがあって、それから今週何をやりましたみたいな報告をしてくれて、でまあ問題とか質問とかあったらその話して、それで実際になんか、じゃあ今日はあのお子さんいるから、あのパッケージの添加物とか読みたいんですね、じゃあその添加物を読む練習しましょうとか、なんかそんなことをやったりとかして、それでまあ次のセッションの相談して、であとなんかちょっとあの近所のお母さん同士なので、あのなんか今度一緒にランチしようみたいな話が最後に来たりとかするんですね。それでで、まあ、あの8回やってみて、それで LA さんもう一回そのキャンドルステートメントやってみたら結構できるようになってたと。でそれで VR さんもなんか結構自分のやってきたことに自信がついたし、で LA さんもそのお友達、同じ韓国の人ですけど、これ使ったらといって日本語ポートフォリオを上げたりしたので、まあ一応成功してるんですね。その両方ともハッピーで、それで実際に日本語で進歩したということで成功したケースだと思うんですが、ですね、でそのやっぱり時間管理は難しいというのはご本人は思ってるんですね。それで Can I skip here?それでじゃあその時間管理が難しいっていうのにの背後に何があったんでしょうということなんですが、この皆さん持ってらっしゃるハンドアウトの11ページです。あ、ごめんなさい、11ページにあるはずです。で、すいません、これデータがあの日本語なのでちょっとここから先英語でしゃべります。で、あの日本語は読める方は読んでいただければ全部わかります。The data is in Japanese, so I'll talk, switch to English here. Anyway, this time management thing. You have to look at the issue.Over several weeks, and 15th of June, LA set a goal, and the deadline was 20th of July. So, the 6th of July, VY reminded LA of the goal, and suggested how to go about it. And the next week, about in the middle of the session, VY tried to turn.LA's attention to the goal, to be able to read street signs. So, you know, VY said, how about signs? And I'm just sort of summarizing this transcript. VY says, how about signs? And then LA said, oh, I understood every sign.Oh, wow, that's great. And LA told an episode when she went to Akashi Bridge, that's a beautiful bridge near Kobe. And she was able to read the place names, not because she can read Chinese characters, but the...Romaji or alphabet written underneath. She kept talking about she was able to know that her favorite flavor of ice cream was sold out because she asked somebody what the sign means. And then after that, she told about an episode in a restaurant where she was able to decipher a menu without being able to read. So all that probably meant that there are many ways to do things without being able to read signs and menus. So she probably wanted to drop the goal.
because you know she dropped other goals too, like reading newspaper headlines. She said it's too difficult, so I don't need them. So she probably wanted to tell VY that she wanted to drop the goal, but for one thing, she didn't say that, and probably she lacked the language ability to do so. And the second, all those episodes, restaurant and ice cream and the bridge, you know, she didn't say when that they happened. So it looks like everything happened on the same day when she went to the excursion, which wasn't true, actually. So anyway, VY just carried on with the conversation about the bridge and excursion. And so they talked for quite a while. Then suddenly, LA said, oh, I have to go and pick up my children. So that was the end of it. So VY had to said that, okay, you have to go, so next week we'll work on the signs. Next week they did work on signs with the photos on VY's mobile. And so, in a nutshell, つまり、VY さんはその LA さんは多分もういいと思ってたゴールについて学習活動をやっちゃったんですね。でそれがなぜだったかっていうと、まず一つには LA さんの日本語能力が足りなくて十分に自分の意図が説明できなかったっていうことと、それからもう一つはその、VY さんの方がその会話をそのサインを標識を読むっていうゴールについてっていうそういうトピックに保てなかったんですね。でなんかその服買いに行った話とかなんか赤潮大橋綺麗とかそういう話になっちゃったのでなっちゃったっていうのがもう一つで、それからあとはその LA さんが一番最初に今日は何時何分に帰らなくちゃいけませんっていうこと言ってないんですね。でだからそのタイムマネジメントが難しいというのは、まあ、VY さんも難しいんですけど LA さんも協力すればなんとかなったかもしれないんだけど、その協力が得られてなかったっていう問題があります。で、まあ、ちょっと背景を説明すれば、この2人っていうのは単に日本語教室のボランティアと学習者っていう関係じゃなくて、ご近所 でその LA さんの子供が行ってる幼稚園に VY さんの今中学生の息子は昔行ってたみたいな、そういうような親しい関係 でだから VY さんはそのあんまり時計気にしてるって、そういうビジネスライクに思われたくないから時計は見ないみたいなことも言ってるんで、それが多分このタイムマネジメントの難しさに関係してたと思います。でそれでその VY さんはその最初に標識を読めるようになるっていうゴールセッティングをしたから、LA さんはもうちょっとこうフレキシブルに考える人だったんだけど、それにこだわっちゃった。もう最初にそういうゴールを設定したから、もうこれはやるもんだっていうふうに思っちゃったっていうのがあります。で、それも影響してると思いますけども、何回か LA さんにどうしたいですかって聞くチャンスはあったのに、それ聞いてなかった。でこういうことが全部影響して、その最終的に7月20日に LA さんは実はやりたくなかったであろう標識のを読む学習活動をしてしまったっていうことなんです。でこれがその私が言っているいくつかの要因が複合的に作用して一つの問題状況を作り出すっていうことです。で、ですのでもしも複数の要因が複雑に作用して一つの問題状況を作り出しているのだとすれば、その何か一つ変えやすいもの一つ変えることで、このボランティアと学習者のインタラクションのエコロジーを変えることがもしかしたらできるかもしれない。でそのエコロジーを変えるっていうことは、何か違う行動あるいは違う、もうちょっと
いい行動、改善された行動にこうアフォーダンスになるかもしれない、そんなふうに今思ってます。でちょっとこういうの試してみようかなというのが現時点。ありがとうございました。